お久しぶりです。今日は長さんどうしましょうか。ね、実は悩んでまして、はい、髪染めとかかないに髪の毛染めたらって言われて、まあ、それも考えながら、いつも通り横と後ろはスッキリしていただきますけど、正直自分でどうしたらいいのかわからなくて悩んでます。例えば前はニグロ巻いたじゃないですか、はいはい、あそこまで短くするっていう感じではなく、ちょっとこう上を今みたいな雰囲気で楽しむか、またはもう前みたいに上も短く切っちゃってで染めていくか、まあ、今の福田さんのペースだと大体2週間くらいなんで、まあ、カラーの持ちが悪いかなっていう、まあ、短い方が伸びてきた時にまた白いのが目立ってしまうんで、僕的にはちょっとトップ長さ残して周り刈ってあげるのがいいかなって思うんですけど、ではそれで大丈夫ですか。お願いします。はい、ありがとうございます。でまたパッチパーマかけたいなっていう感じです。そうですね。となると、まあ、今ぐらいの長さベストかなって感じですか、僕の中では。そんな感じでお願いします。後ろにとか軽く後ろ、はい、ありがとうございます、はい。